地区市の市立明寺にあるモール型ショッピングセンターである。ジャスコを各店舗に約180の専門店やシネマコンプレックスワーナー・マイカル・シネマズを要する大型ショッピングセンターとして2008年12月5日に開業した。鉄骨造り地上4階、地下1階建て全長225メートルあり、1階から3階が山層モールとなっている。 建物のうち地下1階と4階、屋上は駐車場となっている。駐車場の高さ制限は2.2メートル。その後、各店舗のジャスコ筑紫の店は、2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴って、イオン筑紫の店に解消することになった。また、シネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマズは、運営会社の、 ワーナー・マイカルがイオン・シネマズと2013年7月1日に合併してイオン・エンターテイメントとなるのに伴い劇場名をイオン・シネマに変更することになった。ベッドタウンとして人口増加を続ける福岡都市圏南部の筑紫の市にあり近隣の大野城市や太宰府市などを主な証券としている。国道3号線などが近隣にあることや隣接する佐賀県でも都市が トス地区市の道路などを使って自動車で20分圏内と佐賀県東部も証券となるため開業時には佐賀県内の商業施設にも警戒感が広がった。投資施設はファッション関連のショッピングセンターへの出展常連企業で構成される研究会スパックを主催する小島健介から2008年秋から2009年に開業する大型ショッピングセンターの中で 夢タウン、出雲や、イオンモールの草津とカスカベともに数少ない、推奨物件との評価を受けた。筑紫野市には1974年3月8日に開業した、2日、市ショッピングバザールや1982年6月11日に開業した、西鉄朝倉ショッピングセンターなど、ショッピングセンターが早くから立地していた。 1993年5月18日に、東急ストアが、筑紫の東急ショッピングセンターとして、全天候型の娯楽施設を併設した、地下2階地上3階で延べ床面積約5万平方メートルの地下2階に、メリーゴーランドやゲームなど、ビデオシアターなどを設置した。 郊外型大型ショッピングセンターを開業し、市内における郊外型大型ショッピングセンターの先駆けとなった。1996年3月21日には、泉が、夢タウン筑紫野を開業して、これに続いた。この、夢タウン筑紫野は2000年4月に増床し、2013年12月時点では、店舗面積、約22,061平方メートルとなっている。 商業施設の開発が急速に進んで、競合環境が予想以上に激化したため苦戦をしていた筑紫の東急ショッピングセンターは2006年11月22日に閉鎖と売却を決定し、2007年3月に閉店することになった。しかし、2006年に開設準備が始まった筑紫のドリームモールが家電専門店、 デオデオなどが入居する、シュロアモール筑紫のとして2007年7月13日に開業したほか、2007年10月31日には、筑紫のベレッサが、筑紫の東急ショッピングセンターの跡地に開業しており、競争は一段と激しくなった。なお、同じイオングループのマックスバリュー筑紫の店は2003年3月4日に、 大規模小売店ポリッチ法に基づく申請を一旦取り下げたが2006年10月1日に開業することになった。イオン畜紫の店を各店舗にシネマコンプレックス、イオンシネマのほか約180の専門店が入居している。ツタや書店が1階に店舗面積約2600平方メートルの大型店を出店したほか2階にイオングループの ビブレジーン・チクシノが出店するなど各店舗以外にも大型店がある。天杯山駅の背後に見える本店舗郊外型の商業施設だが、JR 九州天杯山駅の至近距離に立地しており、また西鉄朝倉街道駅からも徒歩圏内であるため、公共交通機関でもアクセスがしやすい。路線バスは j r 二日、市駅および西鉄二日、 市駅より、西鉄バス二日市の2から3系統が運行されている。広報、プレスリリースなど一時資料イオン畜死の点に関する、カテゴリー、ワーナー・マイカル・シネマズ・畜死のに関する、カテゴリー、イオン・シネマ・畜死のに関するカテゴリー。ありがとうございます。